準備レース全艇砲揃っていきました。その後は1号艇、3号艇、4号艇出ていく。1号艇ウルーが逃げる。2号艇のブス島が刺していく。3号艇の石野拓海、間を狙った。続いて6号艇ミネルータと向こう正面は1号艇ウルーが先頭。スタートは前艇正常でした。逃げた1号艇ウルーが先頭。2番手接戦は4艇、6号艇、2号艇、3号艇、5号艇、4艇が接戦で一種の2マーク。さあ2番手6号艇ミネが先行体制。逃げた3号艇の石野、そして2号艇のブス島誠、さらには5号艇池田浩二。2番手の接戦まだ続行中。最終ターン幕の旋回へと向かっていきます。1号艇ウリュウマスオシ、今トップで戻ってきました。2番手が3号艇石野孝之、3番手は5号艇池田浩二。第12レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン。